こんにちは。主食はお米です。ビーチガールズのシーズンが、やってきましたね。早速、新カードの、シャオを、捕獲しながら、解説、復習していきます。まず、デッキはこんな感じです。デッキを組む上で必要なカードは、こんな感じになりますが、捕獲方法によって、プラスアルファが発生します。ビーチガールズでは、すべての捕獲対象が、フラッシュカウンター持ちなので、ストレートでの捕獲を行うか、お国の見切りを利用して、フラッシュでの捕獲を、行います。ヒフラで、捕獲をする場合、リノアンドナナがあれば効率が上がります。すべてのデバフを入れる理由として、一部のバフが最大になると、誘惑を解除する行動を、行います。これを阻止するために、すべてのデバフが必要になります。バフ反転カードは、まだ試していませんが、多分、使えるのではないかと思います。誘惑が入れば、SP を管理しながら、カード化単体2倍を投げます。
見切りが付与できたので、フラッシュ中心の捕獲になります。
カード化成功です。ご視聴ありがとうございました。